はいはい、で6レース、2次予選軸になりました千葉の上田選手です、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、今日は前中段からのレースになりましたけども、はい、組み立てはどうだったでしょうか。そうですね、もう車場があまり良くなかったんで、まさかあんないいとこ取れると思ってなかったんで、まあいい意味で想定外でした。で実際は道中8番手になりましたけども、そのあたりはどう考えますか。そうですね、まあ、昨日と同じタイミングで行っちゃうとちょっと距離が長かったんで、まあ、少しワンテンポ置いて、まあ、中島君もさすがにあそこから全開で行くのは長すぎるはずだったんで、まあ、そこ流すタイミングを見計らって自分のタイミングで行きました。昨日も残戦行で今日もこの接続になりますけども、ご自身の状態はどうでしょう。そうですね、まあ、だいぶちょっとずつですけど体調の方も良くなってきてかなり動けるようになっているので、またこの暑さでやられないように気をつけたいと思います。まず前走は地元のサマーナイト、その前は青森にありましたけども、その中でいうと今はどうですか、状態面は。そうですね、かなり良くはなってきてます。わ、はい、かりました。今日はお誕生日ということで、はい、おめでとうございます。何か新しい1年に向けて意気込みなどありますでしょうか。いやもうこの年なんで別に何も気にしないもう本当日々一日一日頑張るだけなんで、はい、特に何もないですわかりました、はい、ではこの後準決勝サナに向けて意気込みをよろしくお願いします。そうですね、まあ、この勢いでいいレースして、まあ、決勝いけるように頑張ります。よろしくお願いします。